えー、プーさんこんばんは。以前お話聞いてくださりありがとうございました。いいえ。えー、今回は全然違う内容なんですが、ストレスからか体重が激減してしまい、今40キロ前後ですと、職場の方や知人に毎日のように心配をされ食べなさいと言われますが、 言われれば言われるほど食べなきゃいけないと強いプレッシャーにかられてしまいます。また、一週間以上、持病の期間死前速がひどく、えー、ようやく食べれても発作がひどくなると咳をした勢いで嘔吐するようになってしまいました。夜もあまり眠れずとてもつらいですと。うーん、なるほど。今、身長いくつなんですか ?159 センチ。おお40キロ前後。軽いね、うん。ちなみにそれ病院とか行ってるんですかうーん、体重に関しては相談はしてないのですと。 おそらく精神科なのかと思っており。ああ、だとしたら、えっ、ー、と、まずそっちが先っす。 うん、あの、僕が素人知識で、に、素人のにわか知識で、ああでもない、こうでもないって言うよりも先に、まず、えっ、ー、と、診断を受けてもらってからじゃないと、あのー、それをもうすでに病院に相談はしてるけれども、あのー、どうし、まあ、その先生が言うこととか、じゃあね、投薬とかで、なんか何ともならないんですっていう。で、それで、じゃあ考え方としてどういうね、やり方がありますかとかっていうので、相談は僕は受けれるんですけど、まずは、えっ、ー、と、そこ、病院 にかかってない状態で、えっ、ー、と僕が素人見立てで、あのこうすればああすればっていうのがあの逆効果にな,なる可能性だってないことはないですよ。ないことはないんです。なのででそれかもしくはそれこそ変な話。えっ、ー、ともしかするとえっ、ー、と。例えば何かしらの病を患ってるかもしれない。それはあの精神的な方じゃなくて、身体的な方の病によってそれが。 ええと、そういうことが起きてる可能性だってないことはないんで。だから、あの、僕が素人見立てでこうやって見てください。ああやってみてください。つって試してる。試して、じゃあ1ヶ月やりました。2ヶ月やりました。3ヶ月やりました。その間にもっと早めに診断して、あの、診察受けてれば、あの、もっとね、早くに、あの、悪いところ見つかったのにっていう可能性だってあるんで。はい。 なので、えっ、ー、と、これはまず、えっ、ー、と、病院に行って、あの、診察診断してもらった方がまず、間違いなくいいです。はい。で、その後に、えっ、ー、と、病院ではこういうふうにやれ、ああいうふうにやれって言われました、こういうふうな薬もらいました、ああいうふうな薬もらってこれやってますっていうのが、あのー、 やってから、えっ、ー、と、それでも、あの、変わらないんですっていうことであれば、えっ、ー、と、僕だったらこうします、ああしますっていうことはお話できるんですけど、今まだ病院にかかってない状態で僕の素人見立てでああでもないこうでもないって言って、それで、あの、診、診察、診断の、えっ、ー、と、時期が俺のせいで遅れてしまって、それが、あ,あの、取り返すのつかないことになったら僕責任取れないんで、はい、っていうことですかね。 えー、そうですよね。過去に精神科に何度か行ったんですが、あまり良い,い印象がなかったり、えー、お薬を処方していただいて自分が容量を守れなかったことがあったので、ちゅ、えー、戸惑ってし、ああ、えっ、ー、と,と、ん戸惑ってしまいだっけこれなんだっけ躊躇ってしまいって何て読うんだっけこれ何て読う躊躇ってしまいは、えっ、ー、と、 ためらってかためらってしまいっていうことで。うんまあでもそれって、えー、と結婚してからの話ですかうん。それはご結婚された後の話なんですかねその精神科に何度か行ったっていうのは。結婚は一度もしてないです。子供もいないです。あれ前なんか相談乗った時この51歳は彼氏か あ、彼氏が5 1歳ね。あ,あ、旦那じゃないか。そうか、ごめん。あの、旦那のことが、旦那だと思ってた、54歳。うん。あ,あなるほどね。オッケーオッケー。うーんと、はい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 。はい容量を守れなかったことっていうのは OD したことがあるってことですか単純に。えっ、ー、と、余談ですが、彼から離れ。一人でなんとか、おおぉ偉いじゃん、お前。<laughs> マジ偉いやん。ついだってこの間でね、相談受けたのな。9月の26日、1ヶ月くらい前だもんな。おぉ偉いじゃん。あのー、51歳の DV 彼氏がいたんすよ。うん。そう。偉いじゃん。え、だとしたら大丈夫よ、心配しなくても。その決断できたんだから。ね。うん。 ええと、高校生の時に大量に飲んでしまい、記憶障害などを起こしたと。なるほどね。うん。そうそう。俺の配信を楽しみにお仕事も頑張ってる。おお、偉いじゃん。偉いじゃん、お前。いや、それができるんだったらもう自分のこと信用しても大丈夫よ。で、もし OD しそうになったら、あのー、ねえ、えっ、ー、と、俺の動画とか、あの、配信とか見て、しないように自分の心を奮い立たせろよ、もう。うん。 本当に。あの、ああ、もう、あの、あのクソジジイにめちゃめちゃネチネチ怒られるっつってさ。うん、あの、おるね。おるね。あの、俺のことを、あの、そういうふうに使ってもらって構わないんで、あの、過去にも何人もいるんですよ。あの、例えば、あの、自称壁がある人がおって、あ、自称壁じゃねえ、えっ、ー、と、過食嘔吐だ。過食嘔吐の壁がある人がおって、その人が、あの、なんだ いつも、オートするところの場所、トイレとか、洗面所とかに、あの、プーさん怒るプーさん怖いみたいな、あの、張り紙をいっぱいしてあって、そう。で、それで自分を、あの、奮い立たせて、あの、過食おうと卒業したやつおるね。そう。いや、マジで。いや、で、その、写真もらってあの、洗面所のところの写真とかを、あの、送ってきてそいつ自分で、撮って。 あの、こうやって使わせてもらってますすみません。みたいな。そう。プーさん怖いプーさん怒るみたいな。<laughs> そう。あの、そうやってあの、使っていただいて全然構わないんで。うん。なので、あの、OD そうになったら、あの、プーさんにネチネチ怒られるっていうふうに思っていただいて全然構わないんで。はい。っていうね。そう。なので、あの、そういうふうに、ね、あの、やっていただけたら。 と思うし、だからもうその、やっぱりそのね、あの、おっさんと離れられたっていう時点でね、僕はもうすごい優秀だと思うんで、うん、もうその高校生の時みたいにはならないっすよ。うん、そう。で、あのー、精神科に関してはね、あのー、ここ自分合わないなとか、この人なんか嫌だなって思ったらすぐ変えちゃった方がいいと思う。うん。 えー、プーさんのおすすめの眠れる方法はありますかと。一人で前作と戦っていますが辛いですと。えーとね、うーんとね、えーと、俺がおすすめしてるのはピローミストおすすめしてるね。そう、香りね。うん、僕がおすすめなのはムームーってやつが一番香り弱いんで、そう、あのー、寝るときに香りが邪魔しないんですよ。強すぎずに。 そう。他のね、ピローミスト結構ね、えっ、ー、と、香りが強いやつとかあるし、桜、あの、チップ、ウッドチップっていうのがあってさ、なんかスモークするときとか、なんかベーコンとか作るときにスモークするのに近使うチップっていうのがあってさ、それあの、アマゾンとかでも普通に売ってるから、キャンプ用品とかのところで。そう。だからそれを、あの、こ小皿に、こう、ちょっと山盛りにこう、ね、森塩みたいに持ってさ、それを枕元に置いとくんでもええし、そう。 っていうね。うん。なので、あの、そういうふうにもできますし。うん。なので、ピローミストとか、桜チップとかあ。あとは、まあ、パロサントなんかもいいかもね。パロサントを火つけて炊くんじゃなくて、パロサントをただここに置いとくだけでもいいし。で、あと、あの、ヒノキのね、えーと、なんかこういうね、香りがするつぶつぶヒノキをこのぐらいに、あの、細かく四角形に、 切っってててブロックみたいにしてあってそれがなんか小袋にいっぱい入ってなんかあなかったっけな俺どっかに多分どっかにあると思うんだけどうんあるのよそうヒノキの香りとかねそうだからそういうのがあったりするとうんまあいいかなっていううんそうそうであとは。 足元あったかくすると寝やすいですけどね。湯んぽでもいいし。あの、俺がおすすめなのは電気掛け毛布だけどね。うん。そうそう。っていうね。ムームーってやつだね。ムームーってやつ。ピローミストスペースムームーで調べれば、そう。あのー、結構香り弱いんで。うん。そうそうそう。っていうね。 うん、で、あとは、なんか、俺のね、えっ、ー、と、チャンネルの中にね、睡眠導入系のね、動画が何本かアップしてる、アップされてるんで、それを見てもらってもいいかなっていう。ああ、睡眠ではないか。えっ、ー、と、じゃあ、なんかね、どっか探すと、ちょっと待って、俺、再生リストとかでなんかなかったかなうーんと、なんかまた再生リストかなんか作っときますね、じゃあ。んで、あと、えーとね、これ最近更新全くしてないんですけど、 あのー、曲っていう、まあ多分俺ね、割とね、えっ、ー、と、寝やすそうな曲ばっかり、まあもともとそういう曲が好きだったりするんで、だから僕のあの YouTube の、あのー、そうですね、えっ、ー、とー、再生リストの中の曲のやつですね。うん、はい。なので、あのそ、そういうのを聞いていただいてもいいかなと思うんですけど、はい。っていう感じですかね。なのでそれでちょっとトライしてみてください。で、まあ早めにちょっと、 あのー、病院には行った方がいいと思います。YouTube も確認しました。ありがとうございます。これからこちらも活用してリラックスして少しでも眠めるそうですね。うん。で、まあ、早めに病院行ってくださいね。うん。あの、ビビらずに。はい。っていう感じですかね。うん。寝れない人25分以内に寝かせますっていうのもある。それ誰あ、誰が俺あ、俺のやつであ、本当？あ、そんなやつあったっけだって、なんかそんなのもあるって。とか、あと、あの <laughs>、俺と添い寝できる動画もありますよ。 俺が、あの、俺マジで、あの、頭おかしい動画結構アップしてるんですよ。YouTube に。あの、どんなどんな動画かっていうと、あの、僕が山に行って、あの、僕が山に行って、一人で山に行きました。で、山にベッドを開いて、ベッドの上でそっから30分くらい寝るっていうだけの動画です。<laughs> はい。こういうあの、行かれた動画があるんですよ。 これ何がいいかっていうと、これただ僕は寝てるだけなんですけど、山なんで、あのー、鳥の声とか川の音とか、そういう要は自然の音があの収録されてるんです。はい。で、その自然の音をただただ収録してもつまんないから、じゃあ俺も一緒に寝よっていうだけの話です。<laughs> はい。結局ヒーリング系なんですけど。うん。 今回もありがとうございました。またプーさんに背中を押していただき、負けじと精神化トライしてみようと思いますと。明日は全速で病院に行きますが、点滴頑張ってきます。おう、気合入れてこい。今後明かしたら、えー、入院かもしれないですが、入院してもプーさんの配信で動画たくさんお世話になりますと。えー、で、うん、そう、ぜひぜひその動画も一緒に、うん、寝てみてください。えー、ということでございました。